はい、タバコ好きな、俺の喫煙動画。今回はですね、いろいろ、購入してきました。ね。ネットでね、手巻き屋っていう、サイトで、いろいろ購入しまして、ペペの、これは、リッチグリーンと、で、チェノ、ブラックメンソール。そして、ゴールデンバージニア。で、バイオリン。と、あとドラムのメンソール。で、ラスターのオリジナル。あとチョイスのオリジナル。まあ、このね、ドラムのメンソールがね、廃盤らしいんですよね。なんで、これが特に欲しかったんですけど。はい。まあ、もうなくなるらしいんで、ドラムはもうオリジナルのみになるらしいですね。で、あと他に、フィルター。ピュアのエクストリームロング、フィルター600、600個入ってるやつ。と、ピュアの、スリム、エクストリームロングメンソール。ね、これ2箱。あ、2つね。購入してきました。はい。まあ、さてと何をしましょうかね、まあ、とりあえず、ちょっとチェの、ペーパーがなくなったんで、チェを吸いましょう。よし。チェのブラックメンソール。こちらが値段が550円。で、25g 入りですね。このレーベルの、このペーパーが欲しい。よいしょ。そんでは開けまーす。おお。おお。で、使用するのが、ピュアの、200、スリムフィルターを使います。で、紙はこのレーベルね。楽しみです。見た感じ、ちょっと細いですね。よいしょと。まあ、ブラックメンソールの方は、メンソールが、普通のメンソールのやつよか、強いらしいですね。まあ、チェのメンソールがうまかったんで、まあ、買ったんですけどね。よし。それでは吸っていきまーす。やっぱちょっと面相強いかな。ああ、強い。まあ強いですね。てか、ぶっちゃけ面相の、面相感しかあんまりしない。タバコの味みたいなのは、やっぱあんましないですね。強いっていうほど強くもない気はしますけどね。最近紙巻きタバコで、もう結構強いのとかいっぱいあるじゃないですか。あれに比べたら全然。全然強くないですね。プチッと潰すやつとかさ。あるじゃないですか。ああいうのに比べたら全然
やっぱチェは結構軽めな、タバコですね。肺喫煙しても全然喉がイガイガっとしない。実に吸いやすいタバコですね。これ初心者に、やっぱチェシリーズはやっぱあれだね。初心者向けみたいな感じはありますね。初心者向けっていうか、実に万能っていうか、まあ言うほどメンソール強くないですね。まあでも、やっぱりタバコの味があんまり、そのメンソールでちょっとかき消されてるっていうのはあると思います。まあ前回、以前、チェのメンソール吸いましたけど、やっぱメンソールの方が、バランス取れてますね。まあ普通にブラックメンソールよりかただのメンソールの方を買っといた方が良かったかな とは思いますね。まあ仕方ないし。でも550円なんでね。まあ安いんで、試せるからいいんすよ。だからさ、店とかでさ、たまにさ、試供品みたいなのもらいますよね。それを販売してほしいよね。逆にね。逆にっていうか。もう1グラム100円でいいから、買いたいよね。それ100円でさ、だいたい1グラムあると、これが2本ぐらい使え、あの、2本ぐらい個人的には負けるんで、0.5グラムで1本負けますから、2本ぐらいちょっとね、100円ぐらいで売ってほしいっすよね。まあ、美味しいけど、なんかちょっとやっぱ微妙ですね。やっぱ普通のメンソールの方が美味しいかなと思います、僕は。チェは確か、あれっすよね。配合表どうなってんだっけ？ちょっとググってみましょう。ああ、このチェのね、ブラックメンソール最近発売されたみたいですね。あれ、発売日が2018年の8月1日ってなってますけど。今、7月の29日なんですけど、もう発売してますね。やっぱ最近発売されたからか、あんまり誰もやってないのかな。いわゆる紙巻きの方のブラックメンソールは、結構、知ってる人はいるんですけど、やっぱこれ最近発売されたからか、レビューのサイトみたいな、レビューサイトっていうか、あれないっすね。あんまりないっすね。あんまりっていうか、全然ないですね。これ配合どうなってんだ？誰もあれだな。ブログとかで誰も紹介してないわ。わかんねえ。配合もわかんねえ。配合どうなってんだろうな、これな。
大抜きタバコっていうところで、試飲できる、試飲じゃないけど、支援できるらしいですね。へー。このさ、これすごいね。大抜きタバコって結構有名なとこですよね。これどこだっけ？大抜きタバコ東京にあるよね。東京都の北区の十条中原。北区か。あ、めっちゃ遠いっすね。めっちゃでもないか。ちょっと遠いな、これな。止喫？止喫っていうんですかね。試す。死に、喫煙の喫で、止喫ができるらしいですね。へぇー。最強メンソールシャグ登場って書いてあるけど、別に最強でもねえんだよ。全然強いと思わねえけど。そこまで強くないですよね。誰も特にレビューもしてないっぽいっすね。これじゃあれだな。お話になんねえ。配合がわかりません。まあ、手巻きのやつが、手巻きタバコが普通のほら、紙巻きのやつと同じなんだったら、配合とかがね、紙巻きタバコのブラックメンソールと一緒だったら、まあどうなんですかね。一緒なのかな。まあ、吸ってみた感覚は、まあ、多分メンソール力がやっぱ強いんでしょうね。普通のメンソールのやつに比べたら強いんですけど、そこまで強いとは思いません、メンソールがね。うん、まあ、これは、普通グレーだな。三つ星、ご視聴ありがとうございました。